ジ、明日までに会議の資料を作っておいて。はい。あれ、明日までにって今日中？明日でも OK？ Hello semuanya, saya Okaji。 今日紹介するのはまでとまでにという言葉。初級で習う言葉なので意味を知っている学習者は多いと思います。しかしその言葉が意味する範囲を正確にわかる人は少ないのではないかな。例えば、仕事を8月まで続けるの8月までとは、7月31日なのか8月31日なのか、金曜日までに本を返すの金曜日までにとは木曜日なのか、それとも金曜日なのか。日本は時間にうるさい国なので、学校や会社などで間違えて怒られないようにこの機会にしっかりと覚えましょう。まずはまでとまでにの基本的な使い分けから、上級者も復習と思って見てください。彼が来るまで待つ。彼が来るまで待つ。夜まで家にいる。夜まで家にいる。先生が来るまでに課題を提出する。先生が来るまでに課題を提出する。金曜日までに本を返す。金曜日までに本を返す。以上のようにまで継続する動詞、までに継続しない動詞と接続するのが基本ですが、動詞の中には状況によって継続したりしなかったりするものがあります。例えば、寝るという動詞は一定時間寝続けると考えればまでと接続しますし、寝始める瞬間と考えればまでにと接続します。具体的な例文で見てみましょう。
はい、これが基本的な使い方です。ではここから今日のレッスンの本題、まで、までにの表す範囲について説明します。結論から言うと、まで、までにはその直前の言葉が示す範囲を含みます。つまり、仕事を8月まで続けるとは8月31日まで働くという意味だし、金曜日までに本を返すとは金曜日の23時59分59秒までに本を返すという意味です。明日までになら明日も含みます。ただこれはあくまで日本語の意味としての正解で、実際にはかなり曖昧に使われています。つまり8月までを7月31日と考える人もいるし、8月31日と考える人もいます。金曜日までにを木曜日の23時59分59秒と考える人もいるし、金曜日の23時59分59秒と考える人もいます。そして最も注意すべきは、〇〇時まで、〇〇時までにという表現です。例えば先ほどの、僕は午後9時まで寝る、僕は午後9時までに寝るという文では、午後9時59分59秒ではなく、午後9時ちょうどだと認識する日本人がほとんどです。このようにまで、までにをどう解釈するかは日本人の慣習によるところが大きいので、曖昧な時は必ず確認してくださいね。そしてもう一つ、ビジネスシーンでも注意が必要です。ビジネスシーンでは就業時間を考慮する必要があります。例えば、あさってまでに連絡してくださいと言われたら、あさっての17時くらいが締め切りになります。一般的な就業時間が17時くらいだからね。最後に問題を少し解いて終わりましょうか。午後5時までに家に帰る。30歳までに結婚したい。彼女は100歳まで生きた。明日は夜までサッカーの練習をする。大学を卒業するまでに仕事を見つけたい。全部わかりましたか？では今日はここまで。もし動画が面白いと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。